お辞儀をキープする。お辞儀をキープする。で、このお辞儀して回った瞬間に圧力を全然無視しちゃってるでしょ。うん、それこれを手放しちゃダメです、うん。これだけが唯一の自分のセンサーです。こう動かす。これから これだけで、これだけ、これだけ。これだけで、こうすくうと、ほら、綺麗に相手が弾むんだと思うんですね。だ自分の体の大きさとか重みをうまく利用しなきゃいけないですね。重心が最初から低い人なんですよ。自分の身長差の問題で。うん、これの克服が必要なんですよ。で、こう取って、あとはずらすと、ですね、はい。こうなってたら、こう。そうすると、こう。手はここで。重心の問題。そうですね。相手の重心の位置をちゃんと把握しておく必要があるんですね。そうですね、回んないですね、うん、こうなってるとね、しっかり踏んで、うん、僕の重心がここにあるんですよね。だから、そう、それだったら引っ張りますね。そうすると今だったら重心がこの辺にあるんですよ。まあ、僕は大体勘で分かるんですけど、そしたらその重心の下に行かないといけないんですね。ね、掴んでる感覚ほとんどないでしょ。ない。で、僕しゃがんでも嫌かですね。意識は下がったんです。届かしたっていう感じです。そういうことですね。意識の中で僕はこうやってんです。そうですよね。うん、そういう意識を使ってやったわけですね。で、実際は例えばもう一回低く使いますよね。もうこの時点で飛んなきゃダメです。で、その意識をずっとキープしておく。ずっと意識をずっとキープしてるんで、運動はだから何をやってるか僕は分かんないですよ、身体操作的に。ただ意識によって体がフィードバックしてある力の流れができてますね。筋肉の指向性が生まれるんです。その指向性の波に体だからそうなんです。僕だけの運動じゃないんです。技っていうのは2人で作るんですね。パッてやってることはできるんですよ、うん、慣れですよ、慣れそんなに長く生きてないから